日本がほぼ純国産で進める F3 戦闘機開発ですが、まだまだジェットエンジン部門ではさらにブラッシュアップされた次期 XF9 が開発されています。今回はこの XF9 エンジンを詳しく紐解きながら、各国のステルス機エンジンを詳しく見ていきますね。今最高のジェットエンジンを開発しているのはアメリカだけですが、日本もまた XF9 は負けていません。中国やロシアでさえ困難としているステルス戦闘機のエンジンはどう開発されていくのかも楽しみです。中国とロシアはまた別の開発を加速しています。軍事開発が加速しています。2021年10月末、相次いで中国の新型ステルス戦闘機の画像がインターネット上に見られるようになり、これまで噂されてきた機体がいよいよ実機として今後の導入、量産に向けたテストが始まるものと考えられる。このうちの1機目は中国初の第5世代戦闘機である J20 の複座使用機であり、同世代機として存在しているアメリカの F2 にラプターや F35 ライトニングに、ロシアのスホ、E57 等には、複座型の形式のものは、今は存在していない。ただし、ロシアのスホ、E57 については、世界で最も早い実用化が懸念されている無人ステルス攻撃機、S70 オホートニクの開発と並行して、これを、4機ほど同時に完成するためのスホ、E57 の複座型の開発も示唆している状況ではあった。すでに昨年2020の夏には香港メディアのサウスチャイナモーニングポストが J20 の製造元である成都飛機工業集団公司がその複座型を戦闘機で一般的な直列型でなく並列型として開発中との報道を行っていた。ただしこの2021年10月に画像が確認された J20 の複座使用機は、その報道に反して通常多数を占める直列型の複座形式を採用しており、どちらかといえば、これまで中国空軍が CG で公開していた機体に近いのではないかと見られている。この J20 の複座使用機は、仮称として J20S とも呼ばれているが、複座しようとした用途は大きく2つあり、1つ目は搭乗員の指導、育成を図る目的、2つ目はロシアのような無人機を完成する目的ではないかと言われている。これはアメリカが進めようとしている無人機に人工知能を搭載し、自律飛行による有人機との連携の前に、そうした電子制御の自動化のみによらず、有人戦闘機に専用の管制用の搭乗者を乗務させる手法とも目されているものだ。また、中国のもう一機の新型ステルス戦闘機は、中国信用飛機工業集団が自主開発を進めていた仮称 J31 を航空母艦艦載機とした仕様とみられ、そのために主翼の折りたたみ機能を実装した J35 ではないかと言われている。中国軍では、仮称 J31 は正式採用されていないため、本来的に同機にはそれを表す J の文字の使用は正確ではなく FC31 と呼ぶのが正しいとの説があったが、ここに来て航空母艦艦載機として正式採用が近いのかもしれない。いずれにせよ非凡が近年最大の仮想敵国としている中国において、こうした新型の第5世代戦闘機の存在が相次いで報告される現状で、日本の現行の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機開発については、新たなニュースは少なく感じる。日本の次期戦闘機開発に関しては、2020年末に三菱重工業が主幹企業となり、開発を進めていく方向が決定しているが、技術協力先に、アメリカのロッキード・マーチン社や
イギリスのロールス・ロイス社が有力とされて、以後、続報があまりない。このあたりの海外との協力関係については、多分に政治的な思惑もあり、純粋に技術的な面の問題だけではない要素があるのだろうと、大人の事情を察するべきだというのが、現状の正しい解釈なのかもしれない。しかし、F2 戦闘機の退役が2035年前後に迫ってきていることや、F15J、イーグルへの AGM-158C、ルラス無艦対空ミサイルの統合断念など、このところの航空自衛隊の戦闘機をめぐる先行きには、憂慮すべき事象が少なからず感じられる。ことに、次世代戦闘機のようとなるであろう機関部については、すでに防衛省と IHI 社とが共同開発を進め、2018年6月には、試作機である1機の XF9 エンジンが完成して収められているだけに、前向きなニュースが聞こえてこないかと期待してしまう。この IHI 社製の XF9 エンジン、納入の翌月の2018年7月から8月にかけての性能確認テストにおいて、アフターバーナ使用時には15トン以上、未使用時でも11トン以上の推力を発揮することが確認されており、その数値に感嘆の声が聞かれた。ちなみに、推力の測定の基準となるのは、気温15度の時点での数値とのことで、これよりも高い気温の場合、測定される推力も比例して低下するとされているが、HI 社製の XF9 エンジンは、間違いなく、世界水準の数値を達成している。例えば、アフターバーナ使用時の推力の数値で比較してみると、第5世代戦闘機であるアメリカの F2 にラプターが搭載する F119 エンジンは 15.9 トン以上、F35 ライトニング2の F135 エンジンは、同 19.5 トンとされている。これだけ聞くと、F35 ライトニング2の F135 エンジンの推力 19.5 トンが突出しているように聞こえるかもしれないが、同エンジンは、単発、であるのに比して、F119 エンジンや XF9 エンジンは双発であり、合計では倍の推力を発揮することになる。ちなみに、第4もしくは 4.5 世代戦闘機とされる F15J イーグルが搭載している F100 エンジンは、アフターバーナ使用時の推力はおよそ10トンと言われており、XF9 エンジンならば、未使用時でも、その数値を上回るものとなっている。しかも、機械として高出力なエンジンを作ることは、物理的にはさほど困難ではないと言われるものの、第5世代戦闘機以降に搭載されるエンジンは、機体全体のステルス性能を損なわないように、小型、軽量で、その能力を実現する必要がある。これは、ステルス戦闘機の場合、兵装類も、すべて、機体内のウェポンウェイに収容する形式でなければ、そのステルス性能を発揮させることは不可能なためであり、この機体内の容積確保の面からも、小型、軽量で、かつスリムさが求められるからだ。また、XF9 エンジンの中で、最も高温となるタービン入り口付近の温度は、およそ1800度にも達すると言われているが、タービン自体の素材となる、ニッケル合金の融解温度はおよそ1400度であり、これに耐える国産第5世代ニッケル単結晶超合金が使用されているという。この国産第5世代ニッケル単結晶超合金製のタービンブレードは、その表面に無数の小さな穴を設けて、およそ1800度の高温に耐えうるよう、冷却された空気をまとうように設計されており、
その性能を実現しているとされている。加えて、XF9 エンジンは、今後、ますます、大電力の確保が求められるであろうことにも対応できるよう考慮されており、膨大な電力を必要とする機体のレーダや、センサ等の電子機器類を確実に動作させる発電力の確保を目指しているという。こうした今後の戦闘機エンジンに求められる、小型、軽量、スリムでありつつ、合力な推力を発揮し、かつ、大電力の発電まで実現することが求められるがゆえに、その量産化の難易度は高く、中国の J20 の国産化エンジンの開発の遅れも、これらが課題だと思われる。XF9 エンジンは、試作機1機だけとはいえ、2018年には完成しているが、ここに来て、イギリスのロールス・ロイス社の次期戦闘機開発への参画が噂される現状からは、今後の防衛体制の在り方も含めた検討が行われているのだろう。